今日もやってまいりました。はい、島です。はい、美しいですね。はい、今日はですね、はい、最近入手しました、ヤマハの、MT-01 ですね。はい、こちらの、裏レビュー、はい、こちらを撮っていきてえなと、はい、いうふうに思っております。うん、まあそうですね、まだまだね、ちょっと、乗り込んでみないとね、このオートバイの本当の姿っていうかな、まあそういったところはまだちょっと見えねえところも正直あるんですけれども、まあまあ現時点でね、ファーストインプレッションも取ったんで、今こうなんていうかな、このオートバイのネガな部分っていうのかな、まあそういった部分、はい、気づいたところなんかを、ちょっと言っていけたらなというふうに思います。まあまたね、半年もしくは1年、乗って1年乗ってっていう動画をね、出してみてえなとは思うんですけどね。はい、じゃあまず、やっていこうか。MT-01、はい、裏レビューをやっていきてえなというふうに、思います。はい、まあそうですね、まあ一言で言ってね、このオートバイはね、最高に気持ちいいね最高に気持ちいい。まあ男としてさ、まあなんて言うんだろうな、最高に気持ちいいことっていうと、まあいろいろなことが考えられるとは思うんだけどさ、まあちょっと女性にがね見ていると本当に申し訳ないんですけど、こんなスケベ親父の話になって申し訳ないんだけど、まあ最高に気持ちいいっていうとね、まあいわゆるあれを思い出しますよね、男性だとね。ね、まあ、そんな感じです。はい、でもね、ずっとさ、ね、確かに気持ちいいよ。うん、確かに気持ちいいよね、あれはね。あれは気持ちいいけど、じゃあ、あれをずっとやり続けろって言ったら、どうですか死んじゃうよね。はい、死んでしまいます。はい、まあ、それはね、ちょっとまあ、オーバーなんだけども、まあ、考えようによっちゃね、まあ、それにて、それをだいぶこう薄めた感じかな。うん、まあ本当に気持ちいいんだけど、その反面この MT-01 っていうのは、そうですね、そのライダー乗り手に楽をさせてはくれません。はい、そこはね、まあ確かかなと思います。うん、まあですので、まあ正直ね、この MT-01 で、まあ入手してからね、そうだな、300キロ、とか、もうちょっとかな、ぐらいのツーリングと、あと200数十キロの下道、はい、これを、やってみましたけれども、気持ちよさでいくと、気持ちよさでいくとね、F800R のどうだろう、2.4倍ぐらい2.4 倍ぐらい気持ちいいですね、走ってて。はい、なんだけども、疲労度、まあ、疲れ具合、疲労度もそうだな、大体ね倍ぐらい倍ぐらい疲れますね。まあ要するにその例えば、表のレビューでも言ったんだけど、気が抜けないですね。やっぱりこう適正なギアっていうのを比較的、シビアに求めてきます。まあその部分で、走行中も気は抜けないですし、あと例えば、そうですね、低速でね、駐車場とか、休みたいなと思ってこうコンビニの駐車場入ったりとかね、まあそういった時に、低速で、こう走っていく時、そこが本当に気を抜けないですね。まず、シート高がね、高くて足つきが悪いということもあって、まず低速、そこでも一つ皆さんも不安だなと思うところがあると思いますよね。それでいて、次に、ハンドルの切れ角が、狭いです、ね、もう想像できるよね。はい、そして、さらに、これはね、トルクお化けと、言われるように、非常にトルクもね、最大トルクは 150.3 ニュートン、メーターあると、いうようなオートバイですけれども、なぜか、一速のスタートのトルクっていうのはちょっとびっくりするぐらい、薄いんですはい、もうわかるよね、わかるよね、もうこれなんていうの、低速ゴケっていうか、はい、その予感満々でしょ。はい、
ですので低速では、まず気が抜けません、そして、さらに取り回しでも気が抜けません、車重が265キロあって重いですね。で、さらに、こう後ろにね、あまりこう掴むところはないんですよ、クラブバーのようなものが、あれば、そこをね、掴んでしまえばいいんですけれども、そういったようなものもないですし、まあ、シートのね、タンデムの人がね、掴むベルトはあるんですけれども、やっぱりそれだとこの重量のものをこう動かすときに、なんとなくやっぱり心もとないですので、取り回しの時でも気が抜けない、さらに低速でも気が抜けない、そして走り出しても、比較的ギアに気を使うとはい、そんなバイクですね。この見た目はね、ネイキッドのような、まあ、ストファイですかね、まあ、そんなような、見た目ですし、エンジンは完全にアメリカンの、クルーザーのエンジンを積んでいて、まあ、そして足回りは、スポーツバイクの足回りになっていると、いうことで、まあ、その意表をついた感が、本当に、気持ちが悪いほど微妙な、なんていうのかな、この結びつきをしていて、思ったよりは、非常に乗っていて、乗りやすいし、そして、それでいて、気持ちがいい、まさにこれ夢のバイクですよ僕にとっては、だってこうエンジンのフィーリングは、僕が好きな、クルーザーのエンジンのフィーリングですし、かといってポジションは、スポーツバイクのようなね SS のような、激しい前傾姿勢では、ないですし、それでいて、足回りあたりは、きちっとスポーツ走行もできるようになっていると、まあ、乗ってみてね、まさにこれは僕が、本当に最終的にある意味こうオートバイ、大型のオートバイというものに、求めていたものが、具現化したような、オートバイだなというのは、改めて思います、まあ、でもね、だからこそなのかなだからこそなのかな。本当にいろいろな要素を求められるというか、楽をさせてくれません、はい、まあ、クルーザー乗りに、要求される、まあ、なんていうのかな、操作、であったり、例えば、そのストリートファイターのねストファイに、求められる乗り方であったり、スポーツバイクに乗る時の乗り方であったりっていうのを、まあ、トータル的に全てバランスよく、要求されてきます、まあ、そこに、乗っていてこう気が抜けなさというか、まあ、ちょっと疲れるなと思うようなところは、やっぱりこれはちょっと多少あると、まあ、いわゆる要するにそのこのオートバイの最大の魅力の部分、はい、最大の魅力の部分が、そのまま、疲れとして疲労として、ライダーに襲いかかってくるという、まあ、要はもろ刃の剣ですね、はい、そういったような部分というのが、このオートバイは、まあ、比較的そうですね、デメリットとして考えられるのかなと思います。まあ、つまり、長距離の超ロングツーリングに行くとなると、だいぶ今の空波だと、もうちょっと体を鍛えないとダメですね、はい、もうちょっと体を鍛えないとダメです、はい、それから、まあ、あとはね、そうですね、細かいところを言っていくと、やはりね、ポジションがね、これやはりこのオートバイは身長で言うと180センチ以上の、まあ、体格の人を想定しているポジションかなと思います、はい、足つきもそうですし、ハンドルもやはり遠いんですね。で、ポジション自体はそれほど前傾じゃなくて、普通の、まあ、ポジションなんですけれども、まあ、ニュートラルのポジションにしてはやはりハンドルが遠い分、まあ、はやぶさの時もねそれは感じたんですけれども、やはりちょっと前傾、っていうか、ハンドル遠いなっていう感はあります。で、そこによって、まあ、背中ですとかね、肩甲骨のあたり、このあたりに、まあ、ちょっと痛いなと思うようなところが、出てきますね。まあ、ただここは、慣れなのかなというふうにも思います、まあ、あとはね、そうですね、
そのためが一番今困ってるっていうか、いやこれちょっとなんとかしたいなと思ってるのは、まあなんとかならないんだけど、サイドスタンド、はい、サイドスタンドが、そのための場合は、こう立ちすぎているサイドスタンドってすごく嫌なんですよ。うん、あの風で倒れそうだから、もしくはちょっとあの斜めになってる時とかに立てるとね倒れそうだから嫌なんですけど、まあその立ちすぎているのよりかは、寝すぎている方が、空波は好きなんですけれども、ちょっとね、その寝すぎにも限度っていうものがあるし、またその寝すぎた時のバイクっていうのは、大型で重量が重いとやはりちょっとそこはやっぱり、困った、ことが起きるんですね、はい、例えば、こう駐車場、まあ大体駐車場ってさ水平じゃないところが多いんですよ、まあ、道もそうなんですけど、どっちかに傾いてるっていう時が多いんですね。でこっち側にこうスタンド側に路面が傾いてるとき、はい、当然、まあスタンドの角度よりもさらに、こうバンクがつくわけですね、はい。でやはり、ね、ソロ波は基本に忠実に、オートマイに乗るときっていうのはスタンドを払って乗る、うん、で、バイクから降りてからスタンドをかけるっていうのが僕は基本操作なんですけども、今このオートマイは、ボックスがついてないのでシートバックがついてる関係上、かなり足を大きく振り上げないといけないんだよねわかる、ね、そうするとやっぱりちょっと不安なんだよね、足つきからしても。なんで今この MT-01 に関しては、ボックスがつくまでの間は、とりあえずはスタンド、サイドスタンドを出してから降りるし、サイドスタンドをかけたまままたがるようにしてます、うん、でその関係っていうのもあるんだけど、こういう道が傾いてる時にね、このスタンドはちょっと倒れる角度がきついんだよね。でさらにその道が傾いてるとさらにこうバンクする、うん、その状態で例えばまたがるじゃないですか。またがってよっしゃ行こうかって、せーのふってそのバイクをこう立てようとしても立ちませんあの相当勢いつけてせーのうわーってやらないと、ダメですね、はい。まあいろいろとね、あのそういうような、困ったところは、ポチポチとは、出てきておりますけれども、まあ乗る前にね、いろいろこう言われた、話を聞かされた部分でいうと、ミラーがね振動で見えないとか、うん、まあそういったようなことはね、ほとんどないですね、はい。まあ、言ってしまえば、まあここにつけてるこのミラーじゃあまりにも震えて見えないからって言って、バーエンドミラーにするっていう人が結構このオートバイいるんですけども、あの全然見えますあのこのミラー純正じゃなくてナポレオンミラーがついてるんですけど、まあこれ前のオーナーさんがつけてくれたやつだと思うんですが、まあこのナポミラーがいいのかわかんないですけども、全く大丈夫ですこれ何が見えないのかさっぱりわかんない、でっていうか、あのハーレーのね XR1200 の方がこれだったらはるかに震えてて見えなかったですね、うん。なんで、そういったような心配もないです。まあこのバイクに関してね、まあいわゆるネガなこと、うん、まあ例えば、重い、はい、重いっていうのはその代わり、このね 1700cc のエンジンを積んで得られるこのフィーリング、いわゆる一番いいところの裏返しなわけですね、はい。そして、この気持ちよさ、はい、この気持ちよさの、裏返しが、いろいろなことを要求されて、まあ、楽しい、うん、バイクのに乗っていて楽しいっていうその楽しさ快感の、裏返しなわけです、まあ、つまり、このオートバイでネガだなって感じるところは、必ずその対極に、すごく気持ちいいもの、もしくはすごく大事なものっていうのが、隠れているんですね。ソロナミがですねこのオートバイに乗って、うん、今のところ、まあ、こういった部分が、ネガだなって、思うようなところっていうのは、実際にはですね、その裏返しとして、それ以上の恩恵を、まあ、受けている部分であるので、まあ、あまり気にならないかなというところですね。まあ、それからメーター、はい、メーターはね、本当に見やすいですね、まあ、回転系は非常に見やすいです、まあ、こんだけでかかったらいくら俺でも見えるよねでスピードメーターの方もね、まあ、白地に黒を採用してもらってるので、幸いすごくこれは僕にとっては見やすいです、うん。で確かにね、ガソリンのメーターがないと、うん、いうことはね、ちょっとネガな部分なのかなというふうに思いますけども、そもそも今空波が乗っているオートバイの中、5台ある中で、燃料系のあるバイクっていうのはグロムしかありませんはい、だから全くそこは気にならないですね、はい。ということでね、はい、いろいろ言ってきましたけれども、はい、MT-01、はい、まあ、裏レビューとはいえね、本当にすごくいいバイクだなと、はい、改めて思います。